はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の対数微分法についてお送りします。で、対数微分法ね、使った問題今回2問やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回対数微分法を使っていくんですが、まず、この前微分をね、していくんですけど、この1番とかは、普通に微分した方がおそらく簡単です。対数微分法を使うよりもね。ただ、テストの時、定期テストにね、範囲に入ってると、まぁ、これ使って解けよって、途中式絶対書かされるんですけど、そのタイプの問題もありますので、まぁ、一応ね、対数微分法を覚えていってください。で、まず、ざっくり言うと、対数微分法っていうのは、左辺と右辺を両方ログの形にして微分を解いていきます。そう攻めていく。まあ、対数に変えて微分していくよっていう話なんですが。で、一行目に、その言葉がちょっと必要で、でもこの言葉に関しては、両方じゃない。先生によってね、ちょっと書き方が違うかもしれないんで、まあ、みんなが授業を受けてる先生に合わせてください。両辺の、絶対値の自然対数を取ると。って言ってることは、ただ単にログつけますよっていう話なんですわ。ここの一行目ね。で、まぁ、一応その言葉を入れて、で、ログ、で、絶対値込みでね、絶対値 y にしておきます。こうやって。で、こっち、後でバラバラに分解するんですけど、まぁ、ひとまずね、一問目なんで、そのまま行きましょうか。x-2 分の x2 乗、括弧 x プラスじゃないや、マイナス1。ですね。で、この後微分をしていくんですが、まずこいつをちょっと整理していきます。で、ログの、ちょっとルールの復習いきますね。ログ a 分の b っていうのは、ログ b マイナスログ a。ログの中身がね、ここが分数になってれば、引き算でログを分けることができます。で、もう一個。ログ ab。積の形になっているものは、ログ A たすログ B。こうやってね、和の形に変形することができる。じゃあ、それをうまく使っていきましょうっていうことで、まず上が X2 乗、かける X マイナス1、かけてるものになってるんで、ログ、絶対値 X2 乗、プラス、ログ、絶対値 X マイナス1。と、分子の部分ね、上を分けましたと。で、あとは分母がね、分数になってるんで、これは、引く、ログ、絶対値、x マイナス2と、こうやって変形しましたよと。で、あと、この x2 乗に関しても、まあ、肩に2乗くっついてるんで、ログはね、この肩の数字、前に出せますから、こうやって出しちゃいましょう。まあ、こうなって変形ができましたよと。で、こっから微分をしていきます。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、こいつの微分で、これを x で微分するんですよ。x ね。で、ログ y を、まあ、絶対ついてるけどね。微分すると、これ、ね、間違いがちなのが y' って書いちゃう。y で微分してれば y' なんですけど、まあ、x で微分してると、y 分の y' になります。y 分の y'。で、まあ、置き換えの発想で行くんだったら、まあ、y の部分をね、x って置き換えて微分しましたと。だから、ログ y を普通に微分すると、y 分の1ですよね。y 分の1。でも置き換えちゃってるんで、y の部分を微分したものをかけなきゃいけないから y' をかけましょう。つまり y 分の y' になりますよ、みたいな話なんですが、まあこれは普通にログ y を x で微分したら y 分の y' になるよねって。ログ fx だったら fx 分の f'x に、こうやってなりますけど。まあこんなのも使いますんで、ぜひ覚えておいてください。でね、右側行くと、まあ1個ずつ分かれてるんでね、1個ずつ微分していきます。で、ログ x、今 x で微分してるんで、ログ x はもう x 分の1。つまり、x 分の2。こいつ、x マイナス1分の1に置き換えてるんで、これ微分したものをかけるんですけど、結局1になっちゃうんで、1なんですよ。で、引くことの、これも同じですね。x マイナス2分の1に、これを微分したものをかけるんですが、結局1なので、こうなりますと。で、これをね、通分するんですよ。これがね、めんどくさい。個人的には。で、まあ、通分していくと、
よいしょ。ちょっと完全に右側の問題に侵入しちゃってるけどね。こうなって、で、まあ、ここのね、x 分の2に、x に足らないのはこの2つなんで、これが分子にかけるわけですよ。だから、2、括弧、ちょっとこれ展開したものでいいかな。x2 乗マイナス 3x プラス2。ここは x マイナス1はもともとあるんで、x と x マイナス2を余計にかけると、分子に。つまり、足すことの展開して、x2 乗マイナス 2x。ここは引くことか、気をつけよう。引くことの、x マイナス2はもともとあるんで、x と x マイナス1を分子にかけると。つまり、x2 乗マイナス x。ふっ、まとめよっか。マイナスに配るんで、ここ消えますね。つまり、2x、x2 乗、マイナス 6x プラス x だからマイナス 7x か。マイナス 7x の、プラス4。こうですかね。はい、となりました。でも気をつけなきゃいけないのは、微分しなさいだから求めたいのは y' なんですよ。ここで終わりじゃないんですよ、まだ。なんで終わりじゃないかっていうと、今 y 分の y' なんで。じゃあ y' どう出せばいいかっていうと、両辺に y をかければ、ここ y 消えるでしょ。y' になって、その代わりこっちにも y かけましょうという話なので、ちょっとね、上に書けばよかったんだよね、これね。y' イコール、こいつ、x カッコ x マイナス1の x マイナス2分の 2x2 乗マイナス 7x プラス4。下入ってるかな？入ってるね。に、これに y をかけるんで、こいつをかけましょうと。で、y が、x マイナス2分の x2 乗 x マイナス1とこうなります。で、消える約分、あとは何も消えないね。ってことで分母が x マイナス2の2乗ですね、分の、まあ、これはそのままでいっか。 x ここに残ってるんで x カッコ 2x2 乗マイナス 7x プラス4と。はい、これで終了となります。長いこんな感じですね。じゃあ対数微分法のやり方としてはこんな感じになりますので、で、最初にも言いましたけど、この問題だったら普通にやった方がいいです。楽です。やりましたけどなんか絶対早いんですが、まあ、対数微分法でって言われたらそうやってほしいし、対数微分法の方がね、楽というか、それ使う場面が出てきますので、ぜひね、やり方は覚えておいてください。じゃあ2番も行きましょうか。で、2番はちょっと入りきらないかもしれないんで、言葉とか省略していきますね。で、こいつなんですけど、まあこれ、もともと、どうしようかな、三乗根の、こうなったら、これ x は3分の2乗ですよね。3分の2乗。だからこれ、3分の1乗がここにもここにもかかってるので、x の3分の2乗かける x プラス1の3分の1乗として考えてやっていきます。まあ自分はね。で、まあ、ちょっと点々でいいかな。言葉、これちょっと省略しますね。点々。で、同じようにログをつけていくと、ログ y イコール、ログ。で、これにログがついてるんですけど、さっき言ったように掛け算は分けれるので、まあ、かけと分けてしまいます。すみません、絶対値忘れましたね。と、絶対値 x の3分の2乗足す、ログ、絶対値 x プラス1。もう外にしちゃいましょうかね、両方ともね。こうなると。で、外、あと肩についてる数字はね、前に出てくることができるので、ここに、こうなって、ここも3分の1がこうなると。まあ、変形するとね、まあ、こんな感じになります。で、あとは、さっきと同じように、x で微分すると、左辺は y 分の y' になると。で、ここは、ま、ね、ログ x は、絶対値 x は x 分の1なんで、3分の2とくっつければ 3x 分の2、プラス、こいつも3括弧 x プラス1分の、1か。こうなります。さっきよりはね、通分がすごく楽。ここに関してはね。で、やっていけば、3x、x プラス1に通分をして、こっちは x プラス1が足らないんで、2、x プラス1を、分子にもかける必要があるから、ちょっとメモりますね。2x プラス2か。2とくっつければ。で、こっちは x だけが足りないんで、x もかけるというか、くっつけるとこうなるから、なんで 3x プラス2とこうなります。
で、求めたいのは y。 嘘、 y ダッシュだから y をかける必要があるので y をかけましょうと。で、こっからやるしかねえよね。 y ダッシュイコール、ちょっと待って、これ結構俺計算ミスするかな、気をつけますね。まず今求めたこいつをかけましょう。こうですね。で、y をかけるんで、これをかけるんですが、x の3分の2乗、x プラス1の3分の1乗ですね。さあ、ちょっと約分しましょうか。ここの3分の2乗とここの x、これ x1 乗なので、1乗の方が多いから、約分することによって、ここが3分の1乗に変わります。ちょっとこれさ、赤に色を変えましょうか。ここは3分の1乗になる。1引く3分の2をした感じです。約分ですね。で、ここも3分の1乗消して、これ1引く3分の1をすることによって消えて、ここが3分の2乗に変わります。なので、まあ、ここは両方3分の1乗は共通だから、まあ、まとめ方ちょっとね、違うのもあるかもしれないけど、3乗根で出してしまいましょう、外に。出して、3分の1乗。これはね、x はそのままです。3分の1乗出しちゃったからね。3乗根出してるんで。で、こっちも3分の1の3乗根は出すんですけど、2乗は残るんで、x プラス1の2乗ですね。この 3x3 分の1乗、括弧 x プラス1の3分の2乗をまとめるとこうなります。書き方としては。で、あと分子はのそのままでいいでしょう。3x 分の2。となって、これで、よいしょ。終了という形になります。ちょっと引きますね。最後の線が出なかった。まあ、やり方としてはね、途中でも話しましたが、まあ、絶対値の自然数対数を取って、ログをつけましょうと。で、ログをつけて、で、まあ、こうやって大体右辺がこうやってバラバラにできますので、変形して、で、微分をしますと。で、微分をするときに、その y' だけじゃなくて、y 分の y' になることに気をつける。で、微分したら右辺がなんかごちゃごちゃするんで、うまくまとめますと。で、まとめ終わった後に、両辺に y をかけることによって、y' を求めるという流れが対数微分法になりますので、ぜひね、確認しておいてください。では、今回はこの辺、あ、間違った。今回は対数微分法をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。